平成24年度の予算の中で、我が国の経済社会再生に向け、特に重要な分野へ重点的に予算を配分する日本重点化措置。12月22日、その配分の額について審議が行われました。概算要求段階では7000億円規模を想定しておりましたが、その後予算編成過程においてさらなる歳出削減を図ることにより追加的に財源を捻出し1兆円規模に拡大し予算の大幅な組み替えを実現をしております。その大幅な組み替えを行った重点化措置の対象はこれまで議論してきたご覧の4つの分野です。今回の会議ではその中から分野ごとに優先・重点を置く事業を選定しました。人材育成の分野では新たなスポーツ文化創造プロジェクトとして35億円、地域活性化では沖縄の振興に配慮し希望額に500億円を上乗せした773億円、そしてこの予算半分案は新たなフロンティア分野である宇宙・海洋関連事業や順天頂衛星システムの整備・運用に41億円、天然ガスなどの海洋資源権益の獲得に177億円、成長基盤強化のための成長インフラ整備や日本企業の海外展開支援など、我が国将来の経済成長に資する内容になっております。さらに、安心安全社会の実現に向けて、津波などの自然災害対策に645億円、在宅医療・介護の推進を図るため18億円を配分することなどが盛り込まれるなど、重点化措置の総額でおよそ1兆500億円となりました。日本再生重点化措置の予算配分はこの案で決定をしたいのでご了承いただきたいというふうに思います。予算編成もいよいよ最終段階でありますが、関係の皆様にはもうひと踏ん張りお願いをしたいと思います。